選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしています。この時間はバルセロナ対パリサンジェルマン、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日の試合ですが、これはなんとも豪華な一戦です。北澤さん、見どころの多いマッチになりそうですね。レベルの高い同士ですから、やはりクオリティの高い試合が見れますよね。その中でレベルが高いということはちょっと差で勝負がつくので、そこは見逃さないようにしたいですよね。バルセロナのキックオフでスタート。バルセロナ対パリサンジェルマン、エキシビションマッチをお届けしてまいります。まあ、ゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね。そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちのサッカーをすることをまず心がけることですよね。まず立ち上がりを迎えます。メッシ、裏のスペースへ、どうする、シュート、シーバーグ、素晴らしい反応でした。いやー、ファインセーブですよね。よく取りましたね。これバルセロナ、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね。まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。頭だ、決まった、先制、パリ・サンジェルマン。バルセロナ相手に先にゴールを決めました。セットプレーから頭で決めてきました。いいシュートでしたね。セラスを敷いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあ、バルセロナ、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ、相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので集中しなければいけないですよね。サイドへ置きましたよ、中央、フォローいいですね。ボールを縦に送る、ふわっと裏を狙う、メッシ。バルセロナは現在1点差でリードされているも、ポゼッションでは相手を上回っている状況です。そうですね、この前半中盤という時間帯を考えるとじっくりいってると見るのが妥当ですかね。まあ、こうなってくるとフィニッシュの精度が重要と言えるでしょうね。イニエスタ、裏を狙っていきます。これはどうやらオフサイドのようです。最後ダイレクトで入れてきましたけども、アイディアは良かったですよね。バルセロナとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。メッシ、パリ・サンジェルマンとしては先ほどからサイドの活性化が目指しますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけど、シュートと枠に当たる。メッシ、今日の試合でアシストを記録しています。さあ、つながるか、ボールが上がる、パリ・サンジェルマン奪い返します。ゆるく狙ったボール、イニエスタ、
イニエスタ、さあ行くのか、強引でも行くのか、アーチのようなパス、オフサイドです。いや、オフサイドになりましたけどもね、直前のダイレクトパスは見事でしたね。前半の41分を回りました。キーパー前へ蹴り出します。ボールを下げてリズムを作るか。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。結果前半1対0、バルセロナ前半に先制されハーフタイムを迎えています。先制されてやはり点を取っていかなければならないということで、攻め込もうとはしてましたけどもね、相手の守備陣をどうこじ開けていくのか、後半はそこが見どころになると思いますね。なるほど。バルセロナ対パリサンジェルマン、ではこの後の試合をお楽しみください。セカンドハーフ見ていきましょう。この後半の入り方って非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番。シュート、うおー、イニエスタ大きく前線へ。イニエスタここで前を向けるか。イニエスタ、パリ・サンジェルマンとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取っているんですよね。なるほど。その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消しやり方を選択しているんですよね。バルセロナここまで全体的にまだシュートが少ないですね。そうですね、スコアも1点差ですからね、もっと積極的に打っていってもいいんじゃないでしょうかね。後半始まってからまだ間もないので主導権を握る意味でもシュートで割ることを大事にしたいですよね。シュート、素晴らしいポジショニングでした。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりしていかなければいけませんよね。イニエスタ、メッシ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。バルセロナとしては抑え込まれてますからね、一つ一つのチャンスを大事にしたいところですね。特にカウンターのチャンスを逃さないようにしたいですよね。裏のスペースを狙う、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。メッシ、裏へ届くか。イニエスタ、ロングフィードで狙う。いいボールだ。メッシ、しっかりと抑えました。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。いけるか。メッシ、バルセロナなかなか思うようにいかないようにも見えますね。そうですね、バッターチャンスでカウンター、あるいはもうパワープレーを仕掛けたいところですよね。中上げる、ヘディング、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。持ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね、今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、そうですね、バランスですよね。パリ・サンジェルマン、チャンスを迎えたシーンがありました。イニエスタ、イニエスタ、長いボールを送ります。一旦前を取る、ふわっとしたボール、お、これいいですよ。上げてくる、どうだ。ディフェンダー集中力いいですよ。ここで笛です。
1対0バルセロナ1対0で敗れました。追いつけませんでした。前半のゴールがそのまま決勝点。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。